皆さんこんにちは。ナビゲーター役を務めさせていただきます福田です。今日は VR 介護福祉体験ということで、私たちが利用者様にどのように関わっているか体感してもらえればと思います。それでは行ってみましょう。まずは特別養護老人ホームについて紹介します。この施設は寝たきりや認知症などで日常生活全般にわたって常時介護を必要とする高齢者の方を対象とする介護老人施設です。施設では利用者の皆さんが楽しく過ごせるようにカラオケや運動などさまざまなレクリエーションを実施しています。今日は書道教室です。外部の先生をお招きして利用者の皆さんも和気あいあいと取り組んでいます。利用者にとって入浴も楽しみの一つ。脱衣、洗身、着衣と業務を分担して入浴をお手伝いし、くつろぎのひとときを過ごしていただきます。続いて昼食の時間です。利用者の皆さんにとって食事は大きな楽しみの一つ。献立は栄養士が栄養バランスや健康などを考慮して日替わりで作っています。介護福祉士は利用者の方が安全に美味しく食事ができるよう目線を合わせ声をかけペースを見ながら介助します。利用者の中にはベッドの乗り降りにサポートが必要な方がいらっしゃいます。最近ではベッドから車椅子等への移動を支援するリフトの導入が進んでおり、介護福祉士の負担も軽くなってきています。介護福祉士には利用者の介護に加え記録の入力やケアプランの作成などさまざまな業務があります。この施設ではただ日常生活の介護を行うだけでなく、利用者の方ができるだけ自立できるように歩行訓練や機能回復訓練を行っています。その人らしい人生を送れるようにサポートすることが介護福祉士の仕事といえます。皆さんお疲れ様でした。これで VR 介護福祉体験はおしまいです。私たちの仕事はお年寄りの暮らしや自立を支援することで日々やりがいを感じる仕事です。今の日本は高齢化が進み、介護福祉士はこれからの未来になくてはならない仕事になってきます。皆さんもぜひ頑張って介護福祉士になってみてください。応援してます。